続いては、ベルギー市名出身の元サッカー選手。元ベルギー代表。ポジションはディフェンダー。197センチメートルの体育を生かし、バイエルミューンケンやベルギー代表で長く活躍した。1997年に、シャルルロワでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートする。デビュー当時はストライカーだったが、センターバックに転向し、その後も197センチメートルの 屈強なディフェンダーとして名を馳せていく。スタンダールリエージュを経て2001年にフランスの強豪マルセイユに移籍。ここでは空中戦の強さを生かし在籍2年半でリーグ戦76試合12得点を記録した。2003から04シーズンの後半戦にはイングランドのマンチェスターシティにシーズン終了までの期限付き移籍をするも、 リーグ戦5試合の出場に止まった。マルセイユに戻った2004年の夏、ドイツのハンブルガー SV に加入。ここでもディフェンダーながら初年度にリーグ戦後得点をマーク2005から06シーズンにはクラブはブンデスリーガで3位に食い込んだ。2006年にバイエルミューン編ンに移籍すると初年度からルシオの相方としてレギュラーとして出場。続く2シーズンは マルティン・デ・ミチェリスやルシオの控えに回るも2009年にルシオがインテルに移籍すると再びレギュラーに復帰しリーグ戦とカップ戦のタイトルを獲得。UEFA チャンピオンズリーグも決勝まで進むもくしくもルシオが移籍したインテルに敗戦し三冠達成とはならなかった。その後はホルガ・バトシュトゥバーやジェローム・ボアテングの後陣を敗することになるも 2012から13シーズンにクラブは再びリーグ戦とカップ戦を制し、さらにはチャンピオンズリーグも優勝し、ドイツ史上初の三冠を達成した。自身もチャンピオンズリーグのタイトルを掲げた初のベルギー人選手となった。2014年6月に8年間過ごしたバイエルンミューンヘンとの契約が切れると、ブラジルワールドカップ終了後の同年8月15日に、 現役引退を発表した。2001年2月、2002フィ f ファワールドカップ、欧州予選の3割の戦で、代表の初キャップを踏み、同年5月のデビュー2試合目となる、スコットランド戦で、初ゴールを決めた。2002年のワールドカップ本戦のメンバーにも選出。開催国日本との初戦を含むグループリーグ3試合に、フル出場し、チームのグループリーグ突破に貢献。続く、 決勝トーナメント1回戦では、この大会で優勝することになるブラジルとあたり、自身はフル出場するも0から2で敗れて、大会を去ることになった。その後も、自身は着実に代表でのキャリアを積み上げるも、チームは FIFA ワールドカップや UEFA ユーロの大舞台に立つことができない時期が続く。しかし、2014FIFA ワールドカップ欧州予選では、 黄金世代の台頭があり、他チームを圧倒し、グループを首位で通過。自身も5試合に出場し、12年ぶりとなるメジャー大会の本戦出場権を手に入れた。本大会には、ベルギー代表唯一のメジャー大会本戦経験者として参戦し、前後試合にフル出場、チームのベスト8進出を支えた。父親は、 イワンバイテンのリングネームを持つプロレスラーのフランツファン、V10、母親はドイツ人である。ありがとうございます。